スタジオリバーサイド。はい、おはようございます。ギタリストの竹下敦です。僕の中学校の時の話なんですけど、僕ね、中学校の時内申書って今あるのかな、内申書がねオール1だったんですよ。で、なんでオール1だったかっていうと、結構先生を困らせちゃってたんですよね。ね。で、まあ多分先生同士が話し合って、こいつにオール1つけちゃおうっていうことで、オール1、全科目1ですよ。で、そうすると都立って内申書の数字とあと実際のテストの合算みたいなので行ける高校って決まるんですけど、そんなに私立ってお金かかるでしょ、なのでやっぱり公立に行きたかったんですよね。で、公立に行くにはオール1だと500点満点取らないと公立の高校に行けなかったんですよ。で、500点満点取ったんですよね、公立のその時のテスト で、それをやったって職員室に報告に行きましたら、先生がなんであんたがね500点取れるのってびっくりされたんですよ。感じ悪いと思いません？いまだにね、恨んでるかっていうと、結局のところ高校入学したんですけど、都立の高校って退学ってないんですよね。で、ある日先生に呼ばれまして、竹下、学校に来ないでくれないかって言われたんですよ。で、なんでですかって聞いたら、なんとなくわかるだろう、お前が学校に来てあーだこうだね、こう先生が言ったことをね、こう口答えしてこう間違った授業とかしちゃった先生を、いやいやそこ違うんじゃないですかみたいにこう余計なことを言っちゃうわけですよ。でこう先生がみんなイライラしてると、お前がいない方が学校の授業もスムーズに進むからやめてくれないかって言われたんで、いや僕自主退学したんですね。だから学歴でいうと高校中退になるんで、だから中卒なんですよね。で、じゃあ中卒だから今の仕事に何か影響があるかっていうと全然ないんですよね。だから生きていく上で必要なものっていうのはいつの間にか自分で選んじゃってるんですよね。本当は大学まで行きたかったですけど、本当はね、本当音大行きたかったんです。でも音大だとギター買って当時なかったんですよ。今はなんかそういうのあるらしいですけど、で、結局のところ音大行けなかったんで、もうなんかどっちでもいいやって感じになっちゃったんですよね。だからまあ必要なスキル、自分がこう何ができるかっていうことがねあれば、それでなんかなんとなく生きてくれるんじゃないかなと思ったりします。なんかたわいもない話ですいません。竹下敦でした。